こんにちは。第73世竹内俊介ね、竹内むせるです。今日は第109代明正天皇について語ります。女帝です。前回喋った通り、ごみずの天皇ぶっ切れて退位しました。ぶち切れて退位しました。そこでどうしようかと悩んだんですが、大目付け柳生田島守宗則が老中松平伊豆の神に女帝をお立てなさったらどうですか。そうなんです、困ったんです。女帝でいいんじゃないですか。つなぎは女帝、つなぎは女帝、つなぎは女帝ですよ。明正天皇です。明正って名前ははっきりしますよ。明治時代、奈良時代ですよ。の女帝で、つなぎの女帝が二人いました。それが、元明天皇、元正天皇、元明、元正、元明、元正、足して、明正天皇という、わかりやすいです。わかりやすいですよ。こちら、徳川平太の娘、徳川和子から生まれた女性です。つまり徳川氏はついに、王家、天皇家に入り込むことができたんです。それまではなかったですから。ついに入り込みの時ができました。将軍は徳川家光です。で、一応海外の情報を知ってますので、鎖国令を出します。なぜかというと、中国という国は実は国家は全然変わってるんで、あんまり4000年の歴史なんかないんですよ。今でも70年の歴史しかないです。4000年なんて嘘です。モンゴル、満州とかありますから。そんな例で、なんで潰れたかというと、それは海外のせいです。それを、実際あったんですよね。1637、日本では九州で島原の乱がありました。キリスト教の乱ですね。危険だと思いました。完全にキリスト教を禁止しようと思いました。島原の乱、中国は麻薬とキリスト教によって王朝は途絶えたんです。天草四郎も登場します。島原乱の棟梁は天草四郎、海を渡って歩けるなんて伝説もありますが、本当じゃないですが、多分忍者の子孫だったんでしょうね。海を渡れる技を持ってたんでしょう、天草四郎は。エロイムイサイム、エロイミサイム、エロイミサイム、そう言ってきたと思います。多分使った呪文は今の呪文です。エロイメッセンです。ということで、反乱は倒したんですが、幕府は完全にアウトです。大名クラスが死んでるぐらいですから。この戦い、百姓の乱ですよ。危険だって、キリスト教は危険だということで、完璧な策略になったんです。皆さん実践でやって分かってたんです。そしてこの時、文化史といえば田原宗達の風神雷神図屏風があります。風神雷神
の屏風が作られてます。僕好きなんですけどね。なんか風神雷神屏風って風邪ひいてピャッてくしゃみをする雷神みたいな、風邪をひいてふしゃんみたいな、そんなイメージがあります。まあポイントとしては明正天皇という天皇は有名じゃないですが女帝です。それとまあ作例と島原があったっていうことは、日本がその後300年の安泰を、まあ正確に言うと250年程度なんですが、でもその安泰を迎えたのは鎖国令だったんです。キリスト教を入れなかったからです。だから日本ってあんまりキリスト教ね入ってないじゃないですか。まあ僕キリスト教嫌いってわけじゃないですよ。おめだいっていうね、キリスト教のちょっとしたバッジとか集める趣味持ってますから、神主なのに。でも、そこは明確に理解してたということで、情報能力があったということがあると思います。それではまた、竹内さんで。さえも捨てて帰り見ないなら、君の中の日本文化に気づき、鏡の中を見つめ直して。